お肉につられて巣の穴からひょっこり顔を出したのは黒足猫の赤ちゃんたちです。アメリカサンディエゴの動物園で4月末に生まれたオスとメスの兄弟、虎のような縞模様が特徴で、大きくなっても体長は50センチほど。アフリカ南部に生息する小型の猫で、生後2ヶ月余りになったこの日、初めてお肉に挑戦しました。飼育員が差し出すと、恐る恐るだったのもつかの間、その後は何度もパクパク、お肉の味に目覚めたようでした。黒足猫はその小さな体からは想像がつかないほど食欲旺盛な夜行性動物で、一晩で十数の小動物や鳥などを食べるそうです。ニュースサイト FNN プライムオンラインにアプリが登場。地域ニュースにすぐアクセス、緊急ライブを見逃さない、最新ニュースをもっと身近に。